織村一華です。よろしくお願いします。いかん、ここで黙ったままだと暗い奴のレッテルを貼られてしまう。以上です。あれダメでした？やっぱ私がいないと寂しかった。まあ遊び相手が減るのは大なり小なり寂しいだろう。そうじゃなくてさ、久しぶりに会った幼馴染なんだから色々と言うことがあるでしょ。そうだ、大事なこと忘れてた。中学の時の友達に連絡したか？お前が帰ってきたって聞いたらすげえ喜ぶぞ。じゃなくて、私を知らない？セシリア・オルコット？イギリスの代表候補生にして入試主席のこの私を。あ、質問いいか？下々の者の要求に応えるのも貴族の務めですわ。よろしくてよ。代表候補生って何？せっかく男子がいるんだから持ち上げないとね。人気者だな、一華。そう思うか？なんでそんなに機嫌が悪いんだよ。あの、一華さん、ゆっくりしていってくださいね。着替えたんだな。どっか出かける予定？あ、いえ、これはそのですね。あ、デート？違います。え、お前って学校でもその調子なんだろうな。あ、何のことだよ。何でもねえよ、リンも気の毒に。ほうきもシャワー使い終わった頃だし。シャワー？ホウキってさっきの子よね。あんたあの子とどういう関係なの？どうって幼馴染だよ。ファースト幼馴染で、セカンド幼馴染。幼馴染とシャワーと何の関係があるのよ。俺今ホウキと同じ部屋なんだよ。はあ、覚えてるよね。あれか、リンの料理の腕が上がったら毎日酢豚を、そうそれ、おごってくれるってやつか？はい。だから俺に毎日飯をご馳走してくれるって約束だろ。いや、一人暮らしの身にはありがたい。あっ、最低。約束の意味が違うのよ、意味が。だから説明してくれよ、どんな意味があるってんだ。説明ってそんなことできるわけないでしょうが。料理が上手になったら毎日私の酢豚を食べてくれる？あの約束ってもしかして違う意味なのか？俺はてっきりただ飯を食わせてくれるんだと思っていたんだが。違わないわよ。誰かに食べてもらったら料理って上達するじゃない。篠野さんは別の部屋に移動です。待ってください。俺のことなら心配するなよ。ホウキがいなくてもちゃんと起きれるし、歯も磨くぞ。あ、先生、今すぐ部屋を移動します。はい。あいつ何怒ってたんだ。寝るか、考えても仕方がないし。ではマイルとするか。ホウキさん、何をしてらっしゃるのかしら。男がレディをエスコートするのは当然なのだろう。待てよ、二人とも、こんなの歩きづらいだけ。いて、この状況で他に言うことがないのか。自らの幸福を自覚しない者は犬にも劣りますわね。ではたまには一緒に食事をとるとしよう。それがいい。おう、別にいいぜ。よし。どういうことだ。大勢で食った方がうまいだろう。それにシャルルは転校してきたばっかりで右も左もわからないだろうし。それはそうだが。二人とも無理しちゃって。無理って？二人とも好きな人にカッコ悪いとこ見せたから恥ずかしいんだよね。ん？な何を言ってるのか全然わかんないわね。別に私無理なんかしてませんわ。やめろって。二
人ともさっきから怪我人のくせに動きすぎだぞ。ほらやっぱり痛いんじゃん。バカだな、無理するなって。バカって何よ。バカってバカ、いちかさんこそ大バカですわ。バカバカバカ、なんなんだよお前ら。付き合ってもいいぞ。何だから付き合ってもいいって。あ、本当か、本当に本当なのだな。おう、なぜだ、理由を聞こうではないか。買い物くらい。そんなことだろうと思ったわ。いちかってわざとやってるんじゃないかって思う時があるよね。あのさ、どうして僕のことだけ誘ってくれたの。もうすぐ臨海学校だろ。でもお前女子用の水着持ってないって言ってたじゃないか。俺も水着を買おうと思ってたから、ついでにと思って。ついでに、まあどうせそんなことだろうと思ったけどね。乙女の純情をもてあそぶ男は馬に蹴られて死ぬといいよ。なんだよいきなり。手をつないでくれたら許してあげる。ああそんなことか。はい、知らない町ではぐれたりしたら大変だもんな。しっかり捕まってるんだぞ。どうへん僕、この席を獲得するのにかかった労力に比べればこのくらい。席？いえ、なんでもありませんわ。いちか、女の子にはいろいろあるんだよ。そうなのか。そうなの。ホーキー、あいつ何不機嫌な顔してるんだ。へえ、縁日広場で浴衣のレンタルもしてるのか。浴衣を着てみたいのだ。お前と二人で。じゃあ行くか、みんなで。おっ、いちかさんとお出かけですの。このセシリアオルコット、万全の準備をさせていただきますわ。ここに一緒に行かないか。急だし無理しなくてもいいからな。行ってもいいぞ。いおーい、みんな悪い悪い、遅れちゃって。せっかくだからダンたちも誘ったけど都合悪いって。ってバカ、期待した私がバカでしたわ。まあこんなことだろうとは思っていたが。嫁失格だな。なんか可愛いなお前。おい大丈夫か。何をいきなり。いやそうやって食べてるのがさ。可愛いってわけ。ああリスみたいで。織村くん、今日は誰が一番良かったですか。じゃあ千冬姉で。あれ、いちか、お前は極めつけのアホだな。いちか、カンザスさん見なかったか。あんたあっち行きなさいよ。そうですわ、通報しますわよ。何怒ってんだあいつら。どいてもらえるかな織村くん。え、わ、あ、おそうか、大会前だからみんなナーバスになってるのか。あのよかったら。おお、これ懐かしいな。昔見たことあるぞ。好きなんだ。うん、好き。そっか。大好き。変なこと言ってないよね。アニメ好きなんだ。うん、好き。これってもしかしてアニメが好きって言っただけなんじゃ。私のことを撮りたいならそうおっしゃってくださればいいのに。綺麗だよなこのモミジ。
え？あら、ピンボケでもしてたか？